駅に到着しました。晴れてます。越前和紙をやってる事業者数っていうのが大体40社ぐらい、手すきとか機械好きとか、あと加工業とか合わせて40社ぐらい。この産地の特徴なんですけど、名刺サイズのちっちゃい紙から、うちだと大紙やってて、メインは襖をすいてました。内装材、1500年前にその川の上流からなんか急に女神様が現れて、この辺水が綺麗なんだし、こうやって紙すきをしたらいいよって言って紙すきを教えてくれたっていうのがこの産地の始まり。この方が大滝神社に祀られている川上御前様っていう神様になります。神戸三俣岩碑っていうのがメジャーで、この神戸っていう木の幹と黒川の間のこの神碑っていうところを使います。でこれだけを使ってるっていうのが、まあ、和紙とか、まあ、アジアの紙の特徴です。で用紙はこういうパルプを使います。でこれじゃあ和紙で使わないのかって言ったら和紙でも使います。あのやっぱり値段がこっちで作るとどうしても高くなるけど、広く一般の方に使っていただこうと思ったらこういったパルプも使って和紙のような紙を捨て、和紙の特徴、こう構造はこんだけこう繊維が長い。木のトロラオイという植物の根っこを叩くとこういった粘液が出るんですよ。でそれを水につけておくと、その水がに粘液が移ってこのとろみ少し入れて、今度敷きますと水が抜けないんで、その間に繊維を揺さぶって、それの積み重ねなのでこう繊維が絡まって積層していって丈夫になる。